こんにちは、チョメです。愛の呪いっていうのをやっていきます。バレンタインの物語ですね。蜂物語。大広間にやってきました。この季節は愛で溢れてるな。おばあちゃんがチョコレートを送ってくれたんだけど、全部食べちゃったよ。バレンタインデーが待ち遠しいわ。チョメ、来てくれたのね。ハッピーバレンタインデー、チョメ。やあみんな、ハッピーバレンタインデー。この季節が大好きなの。バレンタインデーは私の一番好きなお祝いよ。ペギー、君はお祝いなら全部大好きだよな。だって全部が素晴らしいもの。でもバレンタインデーは特別よ。ロマンチックな雰囲気でデートに出かけたり、特別な人をバレンタインの相手に選んだり、楽しいことがたくさんあるもの。あなたはバレンタインデーで何が一番好き、チョメ？これはね、デートに出かけるロマンチックな雰囲気。いや、デートに出かけたいです、私も。僕がバレンタインデーで一番好きなのはデートに出かけることかな。一緒に何かをして楽しむことは、お互いのことを知るのに一番の方法だよ。その通りだわ、チョメ。大切な人とのデートが何よりも素敵だわ。ところで、ここにあるのは何かな、ペギー？バレンタインデーのカードよ。みんなの分も持ってきたの。ほら、一枚取ってね。とても素敵なメッセージが書いてあるの。なんか可愛い蜂の絵が書いてありますね。私は残りを配りに行ってくるわ。楽しいバレンタインデーを、チョメ。ハッピーバレンタインデーってメッセージに蜂の絵がついてる。ペギーによると次はカードに名前を書いて特別な人に渡すらしいよ。カードを渡す相手が今年のバレンタインの相手になるんだって。僕が君が相手候補を考えるのを手伝うよ。3時間星3個で合格。バレンタインについて考える。また誰か選ぶ感じですかね。クリエイティブで洞察力があるバディアはあらゆるものに美を乱すことができるんだ。ペギーの太陽のように明るい性格で誰でも元気になれる。確かにね。タルボットは冷淡で謎めいてると思われがちだけど本当はとてもいい人なんだ。この季節は皆がいかに感傷的になるの。吐き気がする。ジェイは素敵なバレンタインの相手になるだろうな。罰則さえなければだけど、多分この中にいる人から選ぶみたいな感じになるんでしょうね。バレンタインデーのカードを渡すのはすごく楽しいな。ただし、チャーリーは選べない。このカードを渡す前に自分の名前を書いておいた方がいいかな。バレンタインの相手を夢中にさせるのに放棄なんていらない。今年はどんなバレンタインデーになるんだろうか。この季節はすごく特別なの。最高だわ。このバレンタインデーのカードのイラスト、すごく可愛いわ。メルーラをバレンタインの相手に選ぶのは確かに刺激的だよな。カードを渡すのは直接話すよりずっと簡単だわ。愛は最も偉大なインスピレーションの一つだ。特にこの季節はね。ジェイで謎めいてるけど、キアラはちゃんと知れば愛のある仲間なんだったってわかる。ちょっと危険なくらいが楽しむにはちょうどいいよ。これはちょっともう、タイマー逃避使っていきます。期間限定、時間制限。私今回エネルギー貯めてなかったので。バレンタインデーの相手を選ぶ時が来たな。誰にも言わないから心配しなくていいよ。今年の君のバレンタインの相手になるのは誰なんだ、チョメ？もう選ぶの？早っ。皆さん、こんな感じです、今回のバレンタインデーのイベント。私、今、デートを誘ってるの、キアラなんですよ。だからちょっとキアラ誘っていいですか？キアラをバレンタインの相手に選ぶよ。いいと思うよ。キアラは誰にでも心を開くわけじゃない。でも一度心を開くと思いやりがあって信用できる仲間なんだ。でもバレンタインのカードを渡せる相手は一人だけだ。選んだ相手でいいんだな。これは OK です。もう今ね、キアラとずっとデートしてるんですよ、私。実況外で。うん、いいよ。キアラにバレンタインの相手になってほしいんだ。君は素敵な相手を選んだと思うよ、チョメ。すでに恋が溢れてる感じがするよ。数匹のドラゴンが渦巻いてるみたいだ。そうだね、早くバレンタインの相手にこのカードを渡しに行った方が良さそうだ。そうだよ。でもそれで終わるわけじゃない。次はバレンタインの相手をデートに連れ出さないと。一緒に何をしたらいいのか。いいアイデアはないか。
マダム・ロスメルタがバレンタインデーのカップルのためにロマンチックなご馳走を準備してるよ。できるだけ早くバレンタインデーの相手と予約を入れるといいよ。ありがとう、チャーリー。それじゃあ、そうするよ。テーブルの準備が整ったわよ。デートの相手を待たせないようにな。もうデートの相手来てるんだ。なんか、桜ですか、これ。上から降ってるんですけど。すごくいい感じになってる。こんな演出もしてくるんですね。服装はちょっと奉仕で手に入れたやつ適当に着ちゃいましたけど。私をバレンタインの相手に選んでくれてありがとう、チョメ。それにロマンチックなバレンタインのデートに3本の方形誘ってくれるなんて。最近のホグミスってなんか頑張ってますよね。エフェクトとかすごく良くなったと思いますよね、最近。さらに良くなった。もちろん僕がバレンタインの相手に選んだのは君だよ、キアラ。僕たちは付き合ってるんだ。ええ、そうね。でもやっぱりバレンタインデーのカードをもらえたのは嬉しかったの。あ、よかった。ペギーが皆のために買わなかったら、バレンタインデーのカードのことなんて考えもしなかったわ。愛や恋の感情を表現する方法はみんなそれぞれ違うと思う。バレンタインデーのカードが重要じゃないなら、愛や恋は君にとってどんな意味があるんだ、キアラ。そんなことを聞かれたのは初めてかも。ちょっと考えさせて。僕にとって愛とか恋が意味するものは、キアラ、僕っ子になってた。1時間星5個で合格。愛と恋について話し合う。贈り物をくれたりしなくていいのよ。もらって捨てることになるけど。このデートはうまくいってるし、僕たちは始まったばっかりだ。すぐに注文を取りにそっちに行くわ。手を握ったりハグしてたりするのもいいのよ。もちろん最初に許可を取ってからね。僕が尋ねるまではキエラは恋が持つ意味について考えたことはなかった。キエラと僕は愛や恋の意味について同じように感じてるのかな。二人はなんて素敵なカップルのかしら。大事な人のために何かをしたいわ。特別な人と一緒に過ごせるだけで十分よ。一緒に時間を過ごせるならそれが一番大事よ。贈り物をしてくれたりしなくていいのよ。もらって捨てることはないけどですね。私ちょっと捨てることになるけどって最初言ってた。これは大事だからちょっと訂正させてくださいね。あとはループで1時間星5個で合格なので、右上サクッとできましたね。だいたい51エネルギーぐらい使いました。今星集めもやってましたね。教えてくれてありがとう、キアラ。聞いてくれて嬉しいわ。大事な人ができたら一緒に時間を過ごして手助けするわ。信頼できる人なら温かいハグをしたいわね。いかにもキアラロボカスらしいな。あなたはどうなの、チョメ。愛や恋に対する私の考え方はあなたの考え方と近いかしら。いやー、まあね、ほぼ同じって言って、こう完全に同じって言ったらなんかあれかもしれないから。愛や恋に対する君の考え方は僕の考え方とほぼ完全に同じだよ、キアラ。少しの違いはあるかもしれないけど、僕たちの考え方はほとんどにおいて同じだね。悪いことじゃないわ。少しの違いがあるとお互いが個々の自分なんだだって実感するわ。あなたが愛や恋について考えた末に私をバレンタインの相手に選んでくれて安心したわ。このキアラの笑顔です。キラ、僕もだよ、キアラ。待て、あれはなんだ。机の下に何かある。ペンダントみたいに見えるけど、鉢みたいな形をしてる。これ多分クリア報酬だと思います。誰かが間違えてここに忘れていったのね。お待たせしてごめんなさい。注文は決まった？はい、でもその前に鉢のペンダントをなくした人はいないですか？まあ、とても素敵なペンダントね。私が知ってる限りではないけど。見つけたのはあなたなんだからあなたのものよ。そういうのでいいの？僕たちが持ってていいんですか？多分マダム・ロスメルタ何かしてるな、多分。これ。入れててくれたのかな？もちろんよ。その新しい宝物をどうするのか考えてみるといいわ。ほら、笑顔で言ってる。これはもらっておこう。この鉢のペンダントをどうするか僕には考えがあるんだ、キアラ。君にあげたバレンタインデーのカードにも蜂の絵があっただろう。これは無視できないよ。このペンダントを贈り物として受け取ってくれ。もう一度ハッピーバレンタイン。あ、机の下にあるやつを贈り物と受け取ってくれって、これ受け取りづらいでしょ。ちょっと私がキアラだった場合、そこに落ちてたもの拾ったものを渡されても困るんだけど、持ち主が現れてトラブルになったらどうしようとか、そういう不安を考えちゃうんだけど、
それを私にくれるの？信じられないわ。ほら、清原もびっくりしてる。いや、嬉しがるんかい。キアラもキアラだな。すごいな。あ、なに、なんか呪いかかってた。キアラ、大丈夫か？キアラ、どうしたんだ？起きてくれ。何かおかしいぞ。すぐにキアラを病棟に連れて行かないと。ほら、言わんこっちゃない。え、マダム・ルスメルタ、関与してなかったのか。デートの相手の様子を確認するすぐに病棟に来てください。患者さんの診察をする必要があります。なんか大変なことになっちゃった。なになになにこの子。お腹痛いのかな？すごく痛がってる。これはちょっと重症だと思う。他はないのか、席は。右は？足痛がってる。まあでも、これは足は大丈夫だろう。大丈夫だろう。お腹とかほんとやばいけど、足はちょっと我慢してくれたの。今のところは患者はここにいて安全です。キアラを病棟に連れて行くのを手伝ってくれてありがとうございます。まあ、ここながら先生。サンボの放棄の外で先生に偶然出会えてよかったです。ホグワーツの先生が困ってる生徒を助けるのは当然です。ただ、迅速に対応できたことを願うばかりです。僕のバレンタインの相手に何が起こったのと思いますか？まだ何とも言えません、ミスターゲームズ。何らかの原因によってミスロボクスカが深い眠りに落ちたのは確かです。本当だ、寝てる。ただし、その原因とこの状況の本質を判断するにはもっと情報が必要です。直ちに徹底的な調査を行わなければなりません。あなたの手伝いが必要ですから近くにいてください。3時間星5個で合格。調査する。蜂のペンダントに何らかの原因があるのかな？頑張ってくれ。僕が助ける方法を見つけるから。あなたのおっしゃるペンダントは確かに怪しいですね。患者を起こそうと何をしてもうまくいきませんでした。マコガナガル先生がバレンタインの相手をここまで連れてくるのを手伝ってくれてよかったです。これはバレンタインの相手が蜂のペンダントをつけた直後に起こりました。どんな問題にしても早く解決策が見つかればいいのですが、どうしてこんなことになったんですか？僕たちはデートをしてただけなのに。当分の間は患者は病棟にいれば安全です。起きてくれ。お願いだから。私の助けを求めたのは賢明でしたね。肉体的な苦痛を受けた形跡はありません。患者はただ眠ってるだけです。反応がない。まだぐっすり眠っている。蜂のペンダントに何らかの原因があるのかな？頑張ってくれ。これは単なる睡眠ではないことが確認されました。この患者は魔法の昏睡状態に陥っています。これが起こったのは僕がキアラにその蜂のペンダントをあげた直後です。ペンダントを外せば魔法の昏睡状態から戻ることができるかもしれません。外してもいいですが気をつけてください。一体何が起こっているのかまだ分かっていないのですから。ダメだ。気を落とさないでください、ミスターゲームズ。患者の魔法の昏睡状態の原因を判断するには、これをさらに調査する必要があります。ペンダント以外にどんな原因があるんですか？魔法界で知られる魔法の昏睡状態の種類は数多くあります。一つずつ特定して排除していかなければなりません。どこから始めたらいいですか？図書館です。行って魔法の昏睡状態を全種類理解してください。一生懸命頑張ります。魔法の昏睡状態についてのエキスパートになれるように。あなたならなれます。ですが、行く前に、魔法の昏睡状態に陥った患者には眠っている間も周囲の状況を把握している人がいます。ミス・ロボスカに伝えたいことがあるなら、言えば聞こえるかもしれませんよ。これは約束しよう。君を救う。僕がこの呪いを破るよ。約束だ。何が起こっても永遠に君をこのままにはしない。君が元に戻るまで僕は諦めないよ。出かける準備ができました。頑張ってくださいね、ミスターゲームズ。諦めないように。早く解決策が見つかれば、バレンタインデーを無駄にせずに済むかもしれません。いや、ペギーに頼もうかと思ったんですけど、これペギー選んでる人はペギーがこんな感じだから、選ぶ人以外の協力を得る感じになっていくでしょうね、今後。次回パート2やっていきます。少しだけ左上見てみますね。
魔法の香水について調べる。チャーリーが次やっていく感じですね。パート4分の2、課題セット5分の1からやっていきます。